はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、リアルサロンワークをご紹介します。今日のお客様はロングヘアで、あんまりこう段差が入ってないお客様なんですけど、今回のオーダーはレイヤーを入れて動きが出てバランスの綺麗なヘアスタイルがオーダーでした。やっぱロングヘアの方でもね、レイヤーを入れることによって髪の毛に動きが出たり、あとシルエットが綺麗なひし形になります。結んだ時でもおしゃれにね、バランスよく決まるヘアスタイルがご希望でした。レイヤースタイルちょっと考えてる方、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速動画をどうぞ。動画なんですけど、周りを短いので、はい、全体的な長さ短めなんですけど、毛先は5センチぐらいだけ切って、はい、顔周りという、うん、ここら辺ぐらいから全体段差を入れて、こういう風な動きにした。結構多すぎます。できます、できます。色は落ち着かせたいんですけど、まだちょっとどっちかって言ったら秋より夏よりにしたい。おお、はい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 、はい、でもちょっと黄色いのを収まる程度で、ちょっと柔らかく入れましょうか。あんまり濃く入れてしまうとちょっと秋っぽくなってしまうので、うん、ナチュラルにちょっとベージュみたいな感じで、うん、行きましょうか。 OK です。なんか長いイメージが結構僕は強いですよね。最近めっちゃずっと長いの、うん、ここまで長いのは、うん、なるほどね。はい、上、はい、結構きた、うん、前の長さは今ぐらいの感じで、そのちょっと耳にかけれるくらい、うんうん、はいはい、今こうなので耳にかけるぐらいだったら結構あれです、ね、結構いけますね。だいたいこの辺ぐらいまであればかけれるので、はい、顎ぐらいにしてみます、はい、せっかくだったらね。はい、すでにめちゃくちゃ軽いです。いいですか？ですよね。大丈夫ですか？で、先をまくみたいな。前に立って流したら、手流れができるので、うん、このまま、外側に入れるように全然大変で、そのまま、なんかね、内巻きの方が丸見えるんで、後ろの時は、うん、手を横向きじゃなくて縦でいいですか？縦でいいですよ、これで、このままで、やりやすい方で、うん、
いいですよね。はい、ということでね、こんな感じで仕上がりました。皆さんこうレイヤースタイルね、一人に言っても結構いろんな形になると思うんですけど、人それぞれ顔の形だったりとか身長の高さによってこのレイヤーの角度っていうのが結構変わってきますので、ご自身のね似合うレイヤースタイルをね美容師さんに提案してもらうのも一つかなと思いますので、ぜひこの動画を見て参考にしてみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。